言っておくが、俺はお前を完全には信用していない。少しでも変な真似をしたら。わかったわかった、疑り深いやつだ。ん？あれは、あれが時の石板のかけらか。次こそ奪い返す。足を引っ張るなよ。こっちのセリフだ。もう追いついてきましたか。光の戦士と仲良しごっことは闇の者としてのプライドはないんですか。勘違いするな、いいように利用してるだけだ。では彼がこんな目にあっても構わないですよね。地面に爆弾を仕掛けてやがったんだ。ここは私の縄張りですよ。何の準備もなく待ち構えていたとでも。俺に構うな、奴に集中しろ。うるさい、俺に指図するな。今だ。俺は地球人たちの光から、油断したな。それでも闇の戦士か。この俺を殺すな。だこいつ暴走を始めなかった。もうなんて膨大な闇エネルギーだ。暴走しているせいで全然攻撃が読めない。近づくことすら難しい。こうなれ時の石板の力を試してみるか。え、かけらなのに使われるのか。おそらく大幅な時間移動は無理だろう。せいぜい数秒巻き戻るくらい。うまく使えば勝機が見えそうだな。おい、人間ど、手を貸せ。今から俺たち3人で奴を囲む。そして奴が俺たち3人のうち誰を最初に攻撃してくるのか覚える。そっか、それを覚えた状態で数秒前に待ち戻せば。ヒュドラムが誰を狙うか分かっているから、攻撃が来ない側の2人で奴に大技を打ち込めるってことだな。そういうことだ。いいか人間ども、奴が俺たち3人のうち誰に向けて攻撃するか覚えておくか。名付け敵の動きはお見通し。大作戦。相変わらずのネーミングセンスですな。うるさい、行くぞ。作戦開始だ。よし、覚えたのか。時を戻すぞ。相変わらずのネーミングセンスですな。ん？おお、本当に数秒だけ巻き戻った。さあ、出番だぞ、人間ども。